本日は今までお世話になってきた登山靴の紹介をしたいと思います。はい、で、一応、ちょっとまだ見た目はいいんですけど、裏のソールがどちらも剥がれてきてしまったので、ちょっとそろそろお別れかなっていうところで、最後の、ありがとうという動画を撮りたいなって思います。で、このモデルなんですけど、ナイキのタカオっていうモデルがあって、こちらの、ナイキの ACG、アウトドアブランドなんですけど、そこが出してるメーカーになっていて、高尾山を登ったナイキの登山靴を作ってる、人がいたんですけど、やっぱり高尾山でも重たい靴を登って、低山なのに重たい靴を登っているっていうのは逆に足に負担がかかるんじゃないかっていう考えた方がいて、日本とか結構低山が多いので、そういった低山とかを登れるように、軽めの靴を作ろうっていうところから発祥されたのがこの靴です。で、名前は本当に高尾山から高尾っていうところが来てるんですけど、結構、名前的にもすごい気に入って、この靴を10年前くらいにすっごい気に入って、4足まで買ったんですよ。で、一旦もう2足履き潰して、これが残りの2足だったんですけど、これも履き潰してしまったので、そうですね、今回はちょっとこの動画をもってこの2足に関してはさよならをして新しい靴を購入していこうと思います。で、もしメルカリとかにもまだ、中古とかにもあると思うので、今回のレビューを見てなんか気になるって方がいれば、ぜひ購入をお勧めいたします。で、色はもっといっぱいあって、カラフルなものが多いです。で、特にローカットのものとミドルカットのもの、この2足があります。で、ローカットのものは基本結構こういうブラックとかそういったシックなものが多いんですが、こちらのミドルカットのものとかは結構こういうカラフルな色が多くて女性人気もあったと思います。で、価格自体も結構安くて、自分が2足買った時はだいたい5000円切ってたと思います、当時は。で、色とかもいいんですし、靴紐とかも結構可愛かったので、結構気に入って買ってました。で、そこはこんな感じで、泥はけがいいようになっているので、実際これ全然掃除してないんですけど、かなり汚れてなく使うことができました。で、岩場とかでも結構こういう溝の部分が噛んでくれて、滑ることなく登ることができました。で、先ほども言いましたが、高尾山とか低山用に作られてはいるんですが、自分は結構重曹とかが好きだったので、北アルプスの白馬登ったりとか、南アルプスの甲斐駒山上行ったりとか、あと、これで、鳳山山の日帰りとかも行きました。あとはどこだろう。金峰山と、拳ヶ岳重曹したりとか、なんで、テント泊とかでも全然これで行けました。で、足裏とかも特に痛くなることはなかったので、その辺はちょっと自分の、自分っていうよりも、結構足が丈夫な人とかは全然問題なくどこでも行けるんじゃないかなと思います。その代わりやっぱり雪山とかに関しては、やっぱり指先が寒くなる時があったので、ちょっと低山以外は、雪山に関しては低山以外はちょっと厳しいかなっていう印象です。で、一応、どこかな？ここか。ゴアテックスになっているんですけど、やっぱり結構ミドルカットだとここから、この隙間の部分から入ってくる方が多くて、中が濡れてっていうところが多かったです。その代わりここら辺で染み込むことはなかったので、防水の水はけは結構良かったっていう印象です。はい。それはこちらも同様ですね。で、こちらの場合だと、横にもナイキっていうブランド名が書いているのと同じように、こちらの ACG っていうところで、アウトドアメーカーが入っています。で、同じように、そこはこんな感じで、あまり変化はなく、同じような感じになっています。で、溝自体も結構、ごめんなさい、ちょっと削れているので、もうちょっとあったんですけど、溝を結構深くて、それで、岩場でも滑らずに、登れたっていう印象を持っています。で、結構柔らかめになっているので、そうですね、グリップが自分はここの最後の力を入れるで登るタイプだったので、ここの柔らかいのが結構好きです。なんでトレッキングとかされる方だったらこういう靴がいいのかなと思います。その代わり、やっぱり足首が固定されるわけじゃないので、ちょっと捻挫とか気になるって方でしたら、こういったミドルカットとか、ローカットのものじゃなくて、ハイカットの、ちゃんと足首まで固定されますよっていうものがいいかなともは思うんですけど、正直ハイカットのものよりもやっぱりサポーターするのが一番いいとは思うので、まあ、ここの、ローカットのものとか、プラス、足首用のサポーターとかでも全然ありかなって個人的には思ってます。で、重さ的にはだいたい 400g になっているので、2足っていうか、両足合わせても 1kg 弱で、本当に軽く登ることができます。なので、女性とかで、足がちょっと力がないよっていう方でも軽めになっているので、その辺でおすすめはできるっていうのがポイントになります。はい。そうですね。ちょっと今回お分かりになってしまうんですが、もしなんか高尾とかで、好きだったっていうので、他にこういう靴がいいよっていうのでおすすめがあれば、ぜひ教えていただけるとありがたいです。はい。じゃあ、すいません。今までありがとうございました。ということで本日の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。